してた髪。ちょっとね、やっちゃいましたけどね。はずこれはめっちゃ練習してるんです。サインをね、これサインやね、君の、君のサインを練習した後やね、はい、その紙を机の上に置いたまま事務所を後にしてしまった。見せびらかしてるのも同然、ね、どう思うみたいなとこあったんやね。あまり見つかりたくはなかったんですよ、でもみんな写真に収めたらしいからね。サインを練習する行為って世の中でもトップランクで恥ずかしい行為や。これ小学校の時とかってトラウマになってけど、おかしないかも。そうやね、やってしまったなという気持ちです。大人になってこれをやるの。君は有名人なのか。有名人じゃないです。有名人じゃないですけど、ああ、まあ、サインね、書く機会がね、ああね、まあ、ちょっとあったりするので、あった方がいいかなと思ってサインちゃんと。ああ、で練習したと。練習したんです。練習するほどのサインと。言うね。え、ほんで、うん、なんでこれをこうなんかいろいろ種類あるけど。なんか先日、まあ、今サインあるんですけど、今これまでもあったんですけど、ちょっと君のサインは汚いから考え直した方がいいよと言われまして、で新しいサインを書いて練習してたみたいなことですね。前までのサインはどんなの？誰の書いてる？ちょうどホワイトボードです。前までのサインは、汚ねえな、分かりにくいな。これは汚いわ。え？で新しいのが？新しいのを考えたやつがね、ちょっとドキドキするな。え？え？ちょ、え？言っていい？もう誤差っていうかさ。いや一緒やね。でもね、血縁やんな完全に。99% 一緒。兄と弟ぐらいのもんやで。しかも。これは、でもじゃあ僕の中では決定的に違ってて、えこれね、うん、これをね、うん、僕は自分のチャームポイントであると思って花と見立ててるんです。あ、これが、うん、だからここにこういう、うん、そしたら顔みたいになるでしょ。これどうですか？これいるよ。じゃ あ、いやいるね。あったらなんかはいはいって思うし、共通しているのはせっかくいい感じのこの笠平の傘の獅子がなんかおざなりやね。そうですよね、うん、この感じ好きなんですよ僕。このそうそう、イージーやと思うよこれ。笠平これにしよう。ああ、サイン、アイデンティティはここにあると。ああ、これだけでいい。ここんなに頑張ってこだわったのに。ちょっと、え、俺は小判の新しいサインいいんだ。おお、やったやん。もう絶対それにします。マジで言ってる。大久さんのサイン知ってる？あれ、クマのやつね。かわいいやつ。いや、怖いね、あれ結構。行くね、うん、もうやばい。ビリリダマですよ。じゃあこれ丸まい。あ、丸まいか。そんなんどっちだっていいね。ビリリダマだろうが丸まいんだろうが、これポケモンやん。どういうこと？これはごめん、間違えた。文ちゃんのサインの。